ゴールドネード使いですランクマのルーク戦見てほしい。あ、おお、あーっと、でも台形くらかこれパッドですか、きっとパッド。あー、これちゃんとコンボ決めましょう。しゃがみ中盤からアケコン、アケコンだったらワンツースリーのやり方をもうちょっと変えた方がいいかもしれないですね。今だと弱中弱中弱中で出してるんで、弱強中弱で出した方がいいかもしれないです。あ、でも出てるからいいのか。あとはもうちょっと確認精度だな。俳句っすね。なんか、やんなきゃいけないのは。俳句かもしれない。俳句と、コンボをもうちょっとしっかりやるっていうのが多分一番いい気がしますね。今だと、横の攻防って基本的にしゃがみ弱パン、フリッカーで、何とかなってるんですよ。あと台形とか。あとやっぱこういうヒットしてる時にきちんとあのボタンを押す準備、フリッカーだけでこう来たみたいな。地上に目を向けすぎてるっていうか、地上ってそんなに見なくてもやっぱワンツースリー打てば強いじゃないですか。ワンツースリーで大体の地上戦勝てるじゃないですか。相手が近づいてきた時にワンツースリーが出てくれてるっていう。でもそれがちゃんとヒットした時にダメージもっと取れるところが取れてないんですよね。で、今だと、ワン、ツー、スリーがいつ出るのか分かってない気がするんですよ。コパ、中盤、そう、こういう感じで、いつフリッカーが出るか分かってなくないですか、自分で。出てくれてますけど、これ。フリッカーを出すのにちょっと、困ってる感じありますよね。いきます。弱パン、人差し指。で、強パンを薬指。で、中パン中指。人差し指ね。これを順番に押すと、こんな感じで。で、今、弱パン、強パン、中パン、弱パンで、これ4回出せば、これフリッカー出るんで。で、ヒット確認だけして、EX を出す。あー、多分ミスるとまあこうなっちゃうんだけど。で、これをね、やっぱ結構、そのフリッカーが、いつ出るかわかんないから、あんまり、押せてない印象あったんですよね。お、左利きなので、あー、なるほど。なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。まあ、そしたらまあ、一応、あれかな。フリッカーが当たった時に、とりあえず EX を押す準備は、しときましょう。そのダメージをどうしても逃してしまうことがすごい多かったので、そこをね、直しましょう、頑張って。もうちょっとフリッカーから EX 使ってれば勝てると思いますよ。はい、今週もご参加いただきましてありがとうございました。また次回もお待ちしてます。YouTube の方ね、チャンネル登録と、あと動画の高評価。これね、超大事です。ぜひやっていただけると嬉しいです。それではまた来週お待ちしています。